レックス・グロスマンはインディアナ州ブルーミントン出身のアメリカンフットボール選手。ポジションは q b 現在フリーエージェント。シカゴ・ベアーズに所属していた2006年シーズンにはチームを第41回スーパーボールに導いている。ブルーミントン・サウスハイスクール時代はチームを2回州のチャンピオンに導いた。1999年にフロリダ大学に入団後、 二年次より先発 QB と、なり23勝9敗の成績で3年ともチームをボールゲームに出場させた。2001年のハイズマン賞の投票では61ポイントという史上最小ポイント差でエリック・クラウチに次ぐ2位 AP 通信が選ぶ年間最優秀選手となった。パス獲得9164ヤードは大学歴代3位サウスイースタンカンファレンス歴代5位。 77、タッチダウンパス成功は、大学歴代2位、カンファレンス歴代3位。2003年の NFL ドラフトの1巡目22位で、シカゴ・ベアーズに指名されて入団した。最初のシーズンは、最後の3試合に先発出場し、ベアーズの新人 QB としては22年ぶりの初戦での勝利した。2004年も開幕から、先発 QB を任されたが、 第3週に走り込んで、タッチダウンを上げた際に負傷し、残りのシーズンを棒に振るった。2005年、プレシーズンゲームでかかとを負傷し、長期戦戦離脱することとなり、レギュラーシーズンは2試合に出場したのみであったが、ディビジョナルプレイオフにも先発出場した。2006年、1978年に、NFL のレギュラーシーズンの試合数が16に増えて、 以来チームとしては4人目、キャリア初の16試合先発出場を果たし、1995年のエリック・クレーマーに次ぐ、チーム歴代2位となる3193ヤードを獲得、23タッチダウン、20インターセプトの成績を残し、チームを第41回スーパーボールまで導き、ムーシン・ムハマドへのタッチダウンパスを上げるなど、一時リード、 したものの、ケルビン・ヘイデンにインターセプトされるなど、インディアナポリス・コルツに敗れた。2007年も開幕から、先発出場したが、第4週から一時控え QB とされ、8試合出場に、止まった。2008年は、カイル・オートンの控え QB となり、4試合の出場に、止まった。2008年シーズン終了とともにフリーエージェントとなったが、なかなか挙手が決まらず、 2009年6月、ヒューストンテキサンズと契約し、マット・ショーブ、ダン・オーロフスキー、アレックス・ブリンクと先発 QB の座を争った。この年テキサンズでは1試合、マット・ショーブをリリーフした。その後、フリーエージェントとなり、2010年3月、テキサンズ時代にも指導を受けたカイル・シャナハンが、オフェンスコーディネーターを務めるワシントン・レッド・スキンズと契約した。この年、 どのン・マクナブの控えを務め、第15週のダラスカウボーイズ戦から、先発 QB に昇格し、最後の3試合では先発 QB に昇格した。10月31日のデトロイトライオンズ戦では6点差の、第4球残り2分で、マクナブと交代したが、帰るバンデンボッシュにサックされて、ファンブル、リカバータッチダウンを決められて、試合に敗れた。2011年8月2日、 チームと一年契約を結び、ジョン・ベックと先発 QB を争うこととなった。開幕戦から先発 QB を務めた彼はニューヨークジャイアンツとの開幕戦でパス34回中21回成功305ヤードにタッチダウンの活躍を見せた。開幕から連勝最初の4試合で3勝1敗とチームを全評判以上の成績に導いたが、 第6週のフィラデルフィア・イングルス戦で4、インターセプトを喫し、第7週からジョン・ベックに、先発の座を渡すこととなった。その後第11週のダラス・カウボーイズ戦より先発に、復帰、第49週版同点 TD を決めたが、オーバータイムの末破れ、連敗を止めることができなかった。この年13試合に出場し、3151ヤードを獲得16、16TD。 リーグで3番目に多い 20INT を許した。2012年3月、レッドスキンズと契約を1年を延長した。2013年4月3日にも、レッドスキンズと1年契約を結んだ。この年彼は、ロバート・グリフィン3世、カーク・カズンズに続く、第3 q B として、ロースターに残った。2014年8月12日に、クリーブランド・ブラウンズと契約を結んだが、 8月31日に解雇された。その後、ブラウンズは、ジョニー・マンゼル、ブライアン・ホイヤーが負傷したブラウンズと12月22日に、ベテラン最低保証額となる1週間後3529ドルのオファーを受けたが家族と共にパームビーチでクリスマス休暇を過ごすことを選んだ。2015年8月26日、アトランタ・ファルコンズと1年契約を結んだ。 プレシーズンゲーム第4週に出場し、パス9回中4回成功41ヤードに終わり、9月4日に解雇された。ありがとうございます。